監視任務を中止して基地に戻れだと。冗談じゃない。まだアディオの件は終わってねえってのに。まさかバスターコール。政府は神の息吹もろともあの島を消す気か。目標ワフルド中央の巨大兵器。全艦作戦を遂行する。やっと来たか、バスターコール。ワフルドに戻されたのはやっぱり私一人。ルフィたちはどうなったの？まさか神の息吹に何かあったんじゃ。いねえとここから出られねえぞ。リムさん、戻ってきてください。なあナミ、どうしたの？俺思い出したんだけど、初めて思い出の旅に出た時リムが言ってたんだ。あのキューブがメモリアを再現してるって。確かに言っていたわね。じゃああのキューブをどうにかできれば現実世界に戻れるかもしれないってこと？おいおい、何言ってんだお前ら。そんな危ねえもん触るのも怖えよ。もし触って壊れてもしたらどうなることか。世界ごと俺たちの体までバラバラになっちまったらどうすんだよ。よし、殴ってみるか。え？うん？いや、なんでそうなるんだよ。やめてルフィ、私たちまでバラバラになっちゃったらどうするの？もし壊れでもしたら何が起こるか。金ゴムのピストル、なんだ簡単に壊れちまった。無事に戻れたみてえだな。うまくいったろ。ふざけんじゃないわよあんた。戻れたからよかったものの。思ったじゃねえか。それはね。何が起こってんだ。ありゃ海軍の軍艦じゃねえの。あの軍艦、火力、当然、まさか。バスターコール。どういうことだよ。なんでワフルドにバスターコールが。このままでワフルドは沈められてしまうわ。なんなのあれ、雷が軍艦を攻撃してる。そんな不自然な落雷見たことない、うん、と光の方はリムさんが話していた神の息吹でしょうか。まさかこの騒ぎはアディオに関係してんのか。リムの匂いがするぞ。さっきまでここにいたんだ。無事に戻れてたのね、よかった。匂いはアディオの小屋の方に向かってるぞ。リムが心配ね。私たちも行きましょう。それにしてもあの雷、とんでもねえ威力だったな。ああ、確かにありゃ俺たちが戦った巨像の火じゃねえ。おい、あそこリム。よかった、気がついた。リムさんが急に消えたので心配していたのですよ。ごめんなさい、アディオが心配。私あの塔に行かなきゃ。あの塔の正体、あなたは知っているの？天行の塔、神の息吹を祀るために作られた塔よ。あそこで暴れてやがるのが神の息吹ってことは、アリオのやつが動かすことに成功したと考えて良さそうだ。仲間を呼び寄せてみんなで暮らすのが目的なんだろ？だったらなんで暴れてんだよ。リム？私にもわからない。アディオに聞いてみないと。どうするルフィ？アディオに会って話を聞くぞ。塔に急ごう。天行の塔に行くにはこの先の分かれ道を左よ。リムさん、こちらで合ってます？うん、大丈夫。このまま進んで。アディオ、無事だといいけど。心配すんな、あいつは強いから。きっと大丈夫だぞ。うん、そうだよね。よし。塔はこの先。今なら入れるはずよ。で、どうするルフィ？橋がないぞ。あお、橋なら俺に任せときな。どこから出てきやがった？あいつなんだか怒ってねえか？融通の利かなそうな面構えだな。どうするルフィ？仕方ねえ。フランキーは橋を頼む。あいつの相手は俺たちがする。俺がお前らに任せた。いや、フォースゴムゴムのキングコングか。刀がうずくドラッカリ。運ぼれはねえがまだ修行。こんなところでこっちはもう大丈夫だ。いつでも行けるぜ。よし、先へ急ぐぞ。ところでアディオさんはどうやって向こうに渡ったんでしょうか。アディオは小舟を隠してたから。よほほ、それは、いやー、用意周到ですね。このまま進めばいいんだな。ええ、天橋の塔はこの先よ。前は内海にあんな塔はなかったよな。怪我を治すため姿を消していたの。怪我？誰の怪我だ？あそこに誰かいるってのか？それは行けばわかるだろう。そうだな。よし、行こう。なんか見えてきたぞ。これが天橋の塔。ええ、そう。ここに神の息吹があるの。なんだかおっかねえな。なんでしょう。鳥肌が立ちますね。私、肌ないんですけど。よここにアディオもいるんだな。間違いないわ。よし、行くぞ。塔を登ろう。ちょっと皆さん、私寂しい。よし、アディオんとこ行くぞ。よほほほ、綺麗な場所ですね。なんだか不思議空間に似てませんか？似てて当然なの。不思議空間はメモリアの入り口。そしてメモリアはこの塔が作り出しているものなの。え、それじゃリム、いつもの不思議空間はこの塔が作り出してる空間。私はこの塔の力を借りてるだけなの。今どっから床が出てきたんだ？見ろ、なんか光ってるぞ。あそこに行けばいいのかな。あ、どこだここは。なんだ、また箱じゃねえか。おい、ルフィ、気をつけろ。そいつは敵だ。覚悟しなさい。ウェザー生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。刀がうずく三刀流。極上大竜巻。よし、かかってこい。いや、ホースゴムゴムのキングコングガー。ゾロ、次も俺に任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。少し熱い。今のは何だったんだ。誰から出たキューブだ。いつもの記憶のキューブじゃないわ。侵入者を排除するための仕掛けなの。浮いているキューブには近づいちゃダメ。近づくとさっきみたいなことになるのね。私たちの記憶を読み取ってキューブを敵に変えているのかしら。とにかく気をつけて進みましょう。キューブだったらリム、お前消したりできねえのか。このキューブは塔が作り出したものなの。なんか方法はねえのかよ。やめとけ。やるべきことは変わらねえよ。進むだけだ。俺にまた四角いのが嫌がるな。今の力を試すにはうってつけだな。三刀流極上大竜巻。覚えとけ。お、このちゃ光ってる場所だ。また上の階へ移動したみたいね。お前ら遅れるんじゃねえぞ。さーてと。ゾロ、次も俺にまキャッ私の成長は俺のカス。この先にはあのキューブはいねえみたいだな。出てくるとか勘弁してくれよ。あら、何かあるよね。おっとっと。また一つ上に来れたと思えばこっちにも敵が嫌がんのか。やっと先に進めるわね。この先は雰囲気が違う。見たことがある。どうしたんだリム。思い出したの。私はずっと昔にこの塔を登ったことがあるわ。でも全部は思い出せない。いいさ、どうせ上まで上がれば全部わかるんだ。塔の中とは思えねえな。もしかしてここもメモリアなんでしょうか。違う、ここは現実。誰の思い出の中でもないわ。暴れるぞ。勝負だ。ギアフォームスネークマンゴムゴムのキングコブラゾロ、次も俺に任せろよ。キャプテンは牛。おい、前見てねえとすっ転ぶぞ。あら、何かあるわね。あれ、こっちでいいのかな。よし。今の力を試すにはうってつけだな。状況は良くないわね。刀がうずく、これで終わりだ。覚悟しろよ。天候の変化にあれ私たちを狙うなんて運の悪い子ね。そこまでよ。シエンフルールデルフィニウム。お前じゃ退屈しくたばりやがれ。これで終わりだ。あんたたちこんな俺が相手だ。まだやるなら相手になるぞ。よーし。敵が多くて骨が折れますね。骸骨だけに。よっ。嫌な匂いがするぞ。確かにな。この向こうなんか嫌がるぜ。ここまで来たんだ。鬼が出ようが蛇が出ようが立ちはだかるやつは切り捨てるだけだ。人の意向にいたやつじゃねえか。何が出ようが関係ねえ。俺たちは前に進むだけだ。ああ、こいつをぶっ飛ばしてアディオのところに行くぞ。こいつ強えな。お前らに任せた。そっちか。三刀流奥義一大三千大戦世界。俺の方が強い。力が戻ってきた。力が戻ってきた。成長を実感できよ。スーパーキャプテンウソップにかかれば大した敵じゃないぜ。よし、先へ進むぞ。よし、先へ進むぞ。お、またあの光のやつだ。これは古代文字。光って浮いてやがる。行き止まりか。階段も扉も見当たらねえ。確かにそうね。どうやって上に行くのかしら。手分けして調べるしかないわね。ロビンは文字の解読をお願い。ええ、もちろん。少しだけ時間をもらえるかしら。確か総裁殿の中で同じような文字を見た記憶があるわ。ルフィ、アルバーナに向かいましょう。ああ、分かった。さすがロビンちゃんだ。じゃあすぐに調べに行こう。また砂漠を越えなきゃいけないわね。それでどこに行きゃいいんだ、ロビン。この中にあの変な文字のヒントがありそうなんだよな。そうね、ここの地下に絵の描かれた天井があったのを覚えているかしら。そんなのあったか。あ、思い出した。確かワニ模様のスイッチがあったとこだよな。そういえば、うん、確かにあったわ。ロビン、そこへ行けばいいの？ええ、あそこに描かれていたものが天行の塔で見た古代文字と似ていたような気がするの。それでは皆さん行きましょうか。よほほほ。よし、よくわかんねえけど行くぞ。よう、こっちで合ってんのか？うん、このまま下に行くと谷があるんだけど、目的の場所はそこを渡ったところよ。あら、何かあるわね。ほいっと。しっしっし、暴れるぞ。めんどくさいことになりそう。生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。さあ、喧嘩だ。もっと強いやつはいねえのか。俺じゃないわ。天井の絵は今通った場所の真下にあったはずよ。石板があったわ。この部分の文字、天行の塔の。どうしたの？どうやらこれは文字ではなく記号のようね。塔に戻って調べてみましょう。よし、ワフルドに戻るぞ。どう、ロビン。やはり記号が謎を解く鍵。組み合わせと反復、等間隔の補助記号。何かに似ている。これは楽譜ね。低幅での上げ下げ、反復と組み合わせ。確かにそうですね。ねえ、楽譜って何？音楽を記号にして書き表したものが楽譜です。楽譜があれば音楽を奏でられるのですよ。ただ残念ですが譜面の多くの部分が消えてますね。それじゃあ正しく曲を演奏できないってこと？そうなんですよ。じゃあその楽譜の情報をメモリアで探してみる？そうね、急いでメモリアに向かいましょう。保管庫というのはどちらでしょうか？ブルック、それなら地下2階よ。すげえなリム、よく覚えてるな。よし、そのホカホカ庫に行くぞ。保管庫な。それにしてもこの辺は焼け落ちてねえんだな。ええ、でもここより上の階は何もかもが黒焦げになっているはずよ。だよな。この先よ。あれ、ここじゃねえよな。保管庫があるのは一つ上の階よ、チョッパー。この本ね。でも楽譜の情報は多くないわね。何が書かれてんだ？古の儀式について書かれてるわ。楽譜に関して書かれてるのは一部だけよ。あの天橋の塔は神の息吹の祭壇。その歌を知っている者だけが神の息吹に会えた。え、神の息吹を称える歌？ええ。救いの日差しという曲が書かれてるわ。私その歌を知っているわ。昔から何度も聴いているもの。楽譜なんかなくても大丈夫よ。本当かリム。ルフィ、天行の塔に戻りましょう。これであの部屋の謎が解けるわ。どうすだリム。黙って聞いて。これが救いの日差しよ。なんだ？変わった歌ね。本当にこういう歌なの？歌は合っているはずよ。でもほら、長い間歌ってなかったから。失礼します。よほほほほ、うまく演奏できました。ツールが現れたぞ。やったなリム。ブルック、こんな仕掛けがあったのか。このメロディーを覚えていたリムさんのおかげですね。いいえ、あなたのおかげよ。ありがとうブルック。よほほほ、恐縮です。よし、これで先に進めるな。アディオ、待ってろよ。アディオ、待ってリム。すぐに追わねえと、この塔は危険だぜ。お、リムがもういない。みんな急いで追いかけるぞ。気をつけろ、上に何かいるぞ。CP9、それもあの二人だ。動物園かよ。ハトのやつもあいつもどっちもぶっ飛ばす。メモリアで会った時より力が上がってやがる。おいおい、嘘だろ。関係ねえ、ぶっ飛ばして先に進むぞ。三刀流奥義、一大三千大戦世界。大したものだ。乱脚外長、もう気は抜かねえ。ギアフォース、ゴムゴムのキングコングガーン。なんだと、なかなかやるの。いくぞ、俺に必殺緑星。毒の爆発だ。ウェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。参ったわい、ここまで。あんたがどれだけ強くても私の成長は俺がキャッ怪物とよ。最後早くリムを追わねえと。げえ、またヤバそうな感じ。おおよそありえない組み合わせね。どっちも兄もミンゴもまとめてぶっ飛ばす。ねえ、ひょっとしてこいつらも。よほほほ、おそらく強くなっているんでしょうね。どっちにしろやるしかねえんだ。よし、みんなやるぞ。こいつ強えな。いやゴムゴムのキングコングガーン。デザートラスパーだ。めちゃくちゃ効いたぞ。俺は諦めが悪いんだ。三刀流黒杖大竜巻。16発の聖なる教団ロッドスレッド。やるな。待ってろ、思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルメモリー。まずいわね、こいつ。ウェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのピストル。ふざけるな。俺は海賊王になる男だ。よっしゃー。目指す力力。さすがに大岡七部会を二人同時に相手するのはこたえますね。またなんかいるのか。あらら、麦わらの一味勢ぞろいとはね。無謀だね。全員ここで死ぬよ。貴様ら海賊は生かして返さん。待て待て待て、ちょっと待てって。さすがに三大将勢ぞろいはねえだろうが。ほらめろ、ロビンでさえ言葉を失ってるじゃねえか。いいから構えろ、来るぞ。またお前らか。けど俺はもうお前らには負けねえ。刀がうずき三刀流極上大脱落。びっくりしたね。アイスタイムカプセルはやるな。ウェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリードテンポー。おお、生きることは諦めんかい、バカタレが大噴火。痛いって言ってるでしょうが。こいつ強えな。水だ。悪いなルフィ、ちょいと困ったね。天の村雲いてんじゃねえか。ほらよ。熱い。ウェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリード。びっくりしたね。悪は根絶やしにせんとの。俺がいやフォースゴムゴムのキングコング。ちょいと困ったね。きっちり型をつけるとするか。三刀流奥義一大三千大戦世界。あらら、こりゃ参った。俺に任せろ。ディアブルジャンブビアンキュイグレラシャット。いけるか。ギアセカンドゴムゴムのレッドホーク。びっくりしたね。いくよ全力でいきますよ。思い出せ、なんで俺があんな目に。ヘルメモリーズ。まだじゃ、まだ終わらん。ええ、自由にやらせてもらうぞ。三刀流奥義一大三千大戦の世界。まだ終わってない。そちらに向かいます。ソウルストレート。さあ準備はよろしいですか。ソウルストレート。おお、ここまでか。私たちの勝ちです。しばらくそこで俺はこんクソじゃ俺力助かった。あの三大将相手に嘘みてえだ。キューブのデータは完全じゃないとリムが言っていたわ。そのままの強さを再現できなかったのね。勝ちは勝ちでしょ。さあ先を急ぎましょう。懲りない奴らだ。会いたかったぜ神の息吹。海洋類と見まごう巨大な体にまがまがしい嘆願。ガキの頃俺のじいさんから聞いた通りの姿だな。好きなだけ暴れるがいい。俺はお前を止めやしないさ。ただお前の主人が誰かはっきりさせる必要はあるからな。はははっ。俺のコテコテにはこんな技もある。アジェンテ、こいつでギュッと握るとな。俺のコテコテの能力は船だろうが兵器だろうが操縦桿さえあれば何でも操れる。これは賭けだ。俺の命と魂をかけた。もちろん負ける気はねえ。さあおとなしく俺に従いやがれ。ハハハ、どうだ神の息吹。こんな巨大兵器を本当に操れるか一か八かだった。だが俺はやり遂げた。俺は賭けに勝ったんだ。さあここからだ。俺は世界を作り直す。この力を使ってな。答えてみやがれ神の息吹。誰が主人だ。応答がありません。ほとんどの遊軍が海の藻くずか。なんということだ。全てワフルドからの飛翔兵器による攻撃と思われます。この威力がゆえのバスターコールか。後方より援軍が到着します。いかがいたしますか。陣形を広げろ。4隻で挟み撃ちだ。敵に的を絞らせるな。この任務はバスターコールである。巨大兵器の破壊が確認されるまで攻撃の手を緩めるな。何席でも来いよ。時間ならある。最後まで付き合うぜ。アディオ、お前か。これはどういうこと？嵐の結界を消して仲間を迎えるために神の息吹を止める必要があったのではないの？どうしてこんな。そうだな、リム。お前には話しておくぜ。こいつは大切なことだからな。リム、ありがとな。お前の役目はここまでだ。リムの能力は俺にとっちゃ危険なものだったのさ。俺の力もキューブにされて奪い取られたんじゃたまらねえからな。これで俺を邪魔するものはなくなった。リムはお前が仲間を呼び寄せるのを助けようとしてたんだぞ。友達じゃねえのかお前。リムが友達だと？くだらねえことを言うなよ。まああいつは俺にとっちゃ都合のいい道具だったさ。嘘だろ。どうしてルフィに雷が効くんだ？神の息吹は雨、雷、吹雪、あらゆる気象を自在に操ることができる。お前が電気を受け付けない体だとしても、鋭利な氷をまとった雷ならば防げねえだろう。おいおい、面倒をかけるなよ。逃げ出すなら見逃してやろうと思ってたんだぜ。本当さ。分かったか？俺のコテコテで掴んだものはこの通り俺の思うがままに操れる。だと？こんな化け物じみた古代兵器すら従順なもんだ。こんなでけえ兵器すら自在に操るか。厄介な能力だな。お前の刀と同じだ。これも俺の力さ。お前、俺を助けてくれた時にそのコテコテの力は守るための力だって言ってたじゃねえか。そいつは誤解だぜ、ウソップ。お前らを守るだなんて。俺のこの手が守るのは俺の夢だけだ。なんて一撃だ。骨の髄までしびれちゃいました。くそ、動けねえ。思い出の旅はご苦労だったな。コテコテの身の能力でリムを操り、お前たちの力を奪った。リムは衰弱しちまったが、全ては俺の想定通り進んだってわけだ。メモリーに行くたびにリムが弱っていった。あなたの能力の影響だったのね。そうだな。コテコテの技はリムには負担だったようだ。リムは何も気づいてねえだろうがな。先客があってな。お前たちは後にしてやる。追ってくるなら容赦はしねえぜ。待て、アディオ。ルフィ、リムが息を吹き返した。リム、しっかりしろ。リム、アディオは悪くないの。私と同じ。寂しかっただけ。仲間が欲しかっただけ。このままだとアディオはずっと一人。ルフィ、アディオを助けてあげて。リム、おい、なんだよこれ。キューブになってしまったわ。これってどういうことなの？考えられるのは一つだけね。リムもキューブによって作られた存在だったということよ。嘘だろ。ありえるのか、そんなこと。そもそも作られた存在って分かんねえことが多すぎるぞ。誰が、なぜ、どうやって。キューブは自然のものではない。リムが言っていたことよ。ならば誰かリムを作り出した人がいる。だがよ、この島にはリムの他にアディオしかいねえぜ。アディオに聞くしかねえな。待ってろよリム、絶対に元に戻してやる。みんなアディオの後を追うぞ。アディオを追うぞ。アディオは南の浜辺の方に向かったわ。